おはこんばんにちは、バットです。栃木の小山駅にいます。今日午前中ここで仕事でして、で土曜日でね、昼からオフになるんで遊んで帰りたいと思います。ホルモン定食。大谷博物館、大谷資料館、石のところに行きました。石のところすごいね。でもああそうなんだ、へえ。いやもうこっから入り口だ。愛の泉はカチンコチンに凍ってるんですが、鯉は下で動いてますね。この半分ね、お社が岩の下に入ってるってすごいな。26.93m、 88尺8寸8分、888つながり。ああ餃子専門店まさし。こっちからこれか。オリオン通り商店街。お疲れ様でした。今日はありがとうございました。名物は三好屋ネギのかぶと揚げです。すげえでっけ。また、ね、会いましょう。ありがとうございます。あ、いいえ。急急ってた。全然。今日楽しかったです。うん、俺も楽しかったんで。ありがとうございました。また。そうですね。また機会があったら。
おはようございます。日曜日の朝ですね。昨日はバー行って帰ってきて酔っ払って寝まして、今9時チェックアウトしました。今日はこれから二荒山神社という、昨日の夜ね、ひろきさんに教えてもらった神社に行ってから10時にオープンするね、宇都宮焼きそばのなんか有名なところがも教えてもらったんで、そこに行って食べたいと思います。登ります。このねゴロゴロが邪魔参拝したいと思います。焼きそば石屋さん着きましたけど、まだ10分ぐらい早いな。宇都宮駅、餃子の像を見てこよう。餃子像ですね、餃子の皮に包まれたビーナスをモチーフにされてるそうです。だから中にビーナスがいるんですね。はい、はい、ということで出張帰りのキャンプしないおっさんの休日はここで終わります。これから東京の方に戻って、東京でちょっとね用事があるので用事を済ませて岐阜の方に帰りたいと思います。ではまた。